こんにちは。今日も英語バージョンナルト24巻の中から英語を説明しますね。91ページ。キミマロが、指の骨を飛ばして攻撃をしています。ちょっとすごい攻撃なんですけれど。ここで、手指戦弾。デジタル、シュラプネオ。っていうふうに、ここで書いてあります。日本語バージョンでは、手指戦弾。っていう言葉なんですね。まあ手指戦弾って書いてその後英語に訳してるんですけれど、このデジタル、要するにデジタルっていうまあコンピューターとかのデジタルもそうなんですけれど、この場合デジタルっていう言葉は指のとか指状のっていう言葉なんですね。このキミマロはこの指先から骨を飛ばして相手を攻撃するからなんです。シュラプネオっていう言葉は硫酸弾、要するに武器ですね。普通のこの戦う時の武器の言葉、要するにテクニカルタームなんですけど、こういう言葉を使って、キミマロのこの、手指戦弾っていうのを表現してます。